牧陽子は芸能界から干されるかもしれない。牧陽子は数多くの映画やドラマに出演し、クールでミステリアスなその雰囲気で人々を魅了してきた女優である。そんな彼女だが芸能界から干されるかもしれない可能性が出てきた。きっかけになったのは芸人の石橋による X での告発だった。石橋は先輩芸人に呼ばれていった。都内のマンションで牧陽子からエアガンで何発も撃たれたという告発をしたのだ。それに対して牧陽子は全否定し、自身のインスタグラムで寄せられたエアガン撃ったのは本当というコメントに対して、私は撮影以外でエアガンを見たこともないし、あの芸人さんも会ったことありません。重度の精神疾患の方だということは把握してますと返信をした。この発言に対してユーザーからは、余計な一言、その発言はさすがに失礼などの批判の声が多く集まった。この発言に対してテレビ関係者も、極めて不適切なコメントであると断言した。エアガンを撃ったのが事実かどうかではなく、差別的な発言をしてしまったことによって